は今日は冬のサンデールーティーンを撮ってみました。うさぎまた落ちた、落としたやろ自分で。はい、どうぞ。バレンチーノおしっこ横漏れしてる。ほら、おしっこ横漏れしてるって。着替えようじゃ。朝食はいつも通りバレンチーノと2人で先に食べてしまいます。ルドは日曜日なので遅めに起きてきます。バレンチーノの朝寝の前に掃除機をかけます。バレンチーノが朝寝をしている間にメイク着替えを済ませておきます。疲れてなければベッドメイキングや片付けも手早くしてしまいます。朝寝しましたね。おはよう。ん？着替えてマルシェ行こう。ん？ん？マルシェに行く前に腹ごしらえをします。マルシェは1時に閉まるので速攻で食べてすぐ出かけます。おいしい。今マルシェに来ています。フレンチーノウィC'était à Salemone, 202. Ah, il a commencé tôt, lui, à 8 mois, donc. 8 mois ? C'est pas bien. On a fait. Les garçons, c'est bien. お気に入りのコーヒー屋で立ちコーヒーを一杯。これがさっきマルシェで買ったものです。これがブレッドで、これが長ネギで、これがコーヒーで、パンはもうかじってありますがパンも買いました。で、これがキウイで、これがロカマドーというチーズで、これがヤギのチーズです。で、その他オレンジとみかんとかぼちゃと卵を買いました。あれ、je te fais 4 morceaux, il n'y en aura pas plus. マルシェに行く前にスープしか食べられなかったので2回目のランチを食べています。Hop là.フランスはデザートにチーズを食べるのでバレンチーノもチーズを食べています。食後に昼寝をします。バレンチーノがお昼寝している間にマルシェで買ってきたかぼちゃでかぼちゃのスープを作りたいと思います。野菜を全部適当な大きさに切って、バターが切れていたので鍋に油を敷いてニンニクを炒めていきます。ニンニクからいい香りがしてきたら玉ねぎも一緒に入れてしまいます。セロリを入れるともっと美味しくなります。
その後、かぼちゃとお水を入れて15分ぐらい煮詰めます。野菜が柔らかくなったらハンドミキサーで滑らかにしていきます。最後にクレームフレッシュか生クリームを入れてさらに混ぜていきます。塩と野菜のスープの素で味付けして出来上がりです。日曜日は次の週の予定を確認したり買い物のリストを作成しておきます。この日は疲れていたのでお昼寝もしています。今からヨガに行ってきます。雨がすごい。日曜日はトゥールーズの市街の駐車場が無料なので車でヨガに行くことが多いです。よいしょ。今ヨガが終わって帰るところです。すっかりリラックスできました。みーくん、ママの作ったかぼちゃのスープおいしいな。日曜日はマルシェとヨガに行くので野菜を中心にした簡単な料理が多いです。この日はスープとパスタでした。バレンチーノの就寝時間が迫っていたのでこの日はシャワーだけにしておきました。耳じゃない、うん、背中にかけて。みーくん、背中にシャワーをかける。大好きなぬいぐるみたちといつも一緒に寝ています。日曜日はワンピースを見ることが多いです。ベンチュー、サンデールーティーン見てくれてありがとうございます。それではまた次のビデオで。バイバーイ。